下水の中に含まれる新型コロナウイルスの量を調べ、仙台市の向こう1週間の感染者数を予測している東北大学の佐野教授が、今日最新のデータを公表しました。今週の仙台市の感染者数は先週よりも若干減り、減少傾向は続くと見ています。東北大学大学院工学研究科の佐野大輔教授のグループは、毎週、 仙台市内の下水処理場から下水を採取して検出された新型コロナウイルスの量から次の1週間に発生する感染者数を予測していますこれは先月から今週までの結果をまとめたグラフです赤い線で示したものが研究による予測値で青い線で示したものが実際に確認された感染者数です先週は 2074人の予測値に対して実際に確認された感染者数は2239人で若干予測値を上回りました1週間の感染者数としては前の週と比べ5%下がりました今週の仙台市内の感染者数は先週の実測値を386人下回る1853人と予測されていて 緩やかながらも減少傾向が続くと見ています予測値としては下がったんですけれども、下水を見てても、あの先週の調査結果のウイルス濃度というのは、先々週とほとんど変わらないので、下水の方にですね、排泄物の方にウイルスを出している人の数ってはそんなに変わらない、すごく身近に感染の機会があるっていう状況はまあ変わってないということになりますから、はいあのまあ、引き続きです、ね、気をつけて、あの過ごしていただく必要があるのかなと。